今カルボリンク所沢で営業の仕事をさせていただいております。はい、もともと採用の仕事をさせていただいていたんですけれども、現場の経験、お客様とのお話をするとちょっと現場の経験がなかったので、まずは現場の力をつけてくるというチャンスをいただいたので、それで営業に、仕事させていただいています。はい、これは現場に出てきてすごくよく分かったんですけれども、世の中にはいろんな方がいらっしゃって、例えばこうパッと見た感じはすごくこわもての怖そうな方だったりとか、パッとした感じでこうすごく優しそうな方だったりとか、その怖いそうな顔の方は意外とその情にあふれた優しい方だったりということがすごくありましたので、そのお客様とのお話を伺う中でどういった人なのかということをこう判断といったらいいかなんですけども、決めつけないようにということをそのモトとした仕事はさせていただきます。はい、やっぱりこれはいろんな営業の先輩方いらっしゃる中でかぶってしまうのはあるかと思うんですけれども、やっぱりこうお客様に、ありがとうといろんな瞬間で言われると思うんですけど、それが一番のやり方です。はい、きっかけっていうところでは、すごいひょんなところかもしれないんですけれども、就職サイトを使わせていただく中で、美女のグループから、DM が飛んできまして、その説明会に、行ってるこう熱意あふれる社長さんと、社長とですね、入社したきっかけなんですけれども、就職情報サイトで DM がある日飛んできまして、この DM をきっかけに説明会に行ったところですね、今の社長と、社員方がいらっしゃってですね、非常にこう熱意と家族感あふれるやっぱり自分っていうのを感じましてですね、あとはその消費産業流通革命を起こすという、そのある種のベンチャー企業のような、そういったビジョンに惹かれて入社を決意しました。はい、いろいろあるとは思うんですけれども、例えば、家族を巻き込んだイベントが多い点だったりとか、あとはそういった仕事の現場の面で言うのであれば、段取り力をですね、非常にこう身につける子を、なんていうんですか、教育システムではないんですけれども、そういった教育がしっかりしているというところが非常に特徴の一つだと思います。はい、就職活動、新卒採用では1回しかない大きなチャンスだと思います。迷ったら、行ってみる。例えば報道説明会であったりとか、社員さんとの座談会であったりとか、大学の先輩がいる会社であれば OB 訪問であったりとか、迷ったらまずやってみるという姿勢が、悔いのない就職活動に、つながると思いますので、そういった姿勢で就職活動を取り組んでいただければ、いいかと思います。大変だと思いますが頑張ってください。